墓地で亡くなった人々を追悼する墓前にろうそくと卵が置かれているウクライナのプロボディで墓地の賑わいラドニツァ、またはラドニツァ、小根祭などと呼ばれているのはロシア正教会パスハ後の第二火曜日、またはロシア南西部の一部では第二月曜日に行われている亡くなった人々を追悼する記念日である。ウクライナではプロボディと呼ぶ。スラブ人は 多くの古代の人々と同様に、春に家族の墓を訪れ、彼らと一緒にご馳走を食べるという伝統があった。キリスト教への改修後、この習慣は、ラドニツァの祭典として、ロシア正教会に受け継がれた。その名は、喜びを意味するスラブ語の、ラードスチに由来する。キエフ大公国時代には、クラスナやゴルカで同様な習慣であった。 亡くなった人を追悼する記念日を喜ばしいと呼ぶのは奇妙に思えるが、この喜びの背後にあるのは、キリスト教の信念がイエスの復活とそれがすべての人にもたらす喜びと希望の記憶である。聖週間の最後の数日間の重要性のため、そして復活の喜びのために、他のそうした祝いの時期と同様に、聖木曜日からォマの日曜日は亡くなった人々の ための特別な祈りを禁じている例えば、パニキダがそうである。従って、パスハゴに死者を思い出す、最初の機会は、パスハゴの第二月曜日になる。しかし、正当派の国々では、多くの修道院が月曜日は断食の慣習に、従っているため、祝日は、翌日の火曜日に祝われることが多く、こうして、すべての人々が卵を食することができるようになった。 祈祷文集は死者のためのこの日の特別な祈りを規定していないが、追悼の習慣は信者の心に深く刻まれている。年間を通じてを得ぬ様々な土曜日とは異なり、これが死者の日であることを反映する変更は、夕の祈り、朝の祈り、生体礼儀には加えられていない。この日、生体礼儀の後に、新品は教会でパニヒラを祝う。その後、 信者らが持ち寄ったパス派料理を祝福する。新品は、お香りとろうそくを持って、十字架と一緒に行列を作り、それに信者が続き、教会墓地、または一般墓地にある亡くなった信者の墓を訪れる。墓前では、パス派の三詞が通常の連闘と共に歌われる。パス派の食物が、個人の友人や親戚によって、喜びのうちに食される。墓から蘇った。 キリストの象徴であるイースターエイクを亡くなった人々の墓の上に置き伝統的なハリストス復活の挨拶を交わすのが一般的である。こうした習慣は死者の復活を忠実に思い出させることと同時に亡くなった人にキリストの復活を告知することの両方と言える。ロシアの詩人セルゲイ聖人の諸女集は題名がラドニツァで日本語では 証婚祭と訳されている。ありがとうございます。